こんにちは、水谷俊です。ぼっちですが、よろしくお願いします。友達がいなくても楽しめる趣味といえばサウナです。最近はサ活がすごく流行っていて、サウナは美容と健康にいいっていうことで男性女性問わず大人気です。ということで今日はですね、最新スパ、スパメッツァ大高でサウナと、それからリモートワークもやっていきたいと思います。こちらですね、つくばエクスプレス流山大高の森から歩いて5分ぐらいで到着します。最新のサウナ設備が揃っていることに加え、コンセントとか Wi-Fi とか、そういったリモートワークや勉強利用にも超快適な環境らしいです。はい、こちら到着しました。できたばっかの施設なんで看板がもうツヤツヤでした。年末年始なんで入り口がすごく混雑してて、これもしかするとワンチャンフロアが芋洗いになってしまう可能性が高いです。インスタ映えしそうなエントランスが出迎えてくれました。めちゃめちゃネオンが綺麗でした。じゃあいよいよ中入っていきたいと思います。靴を靴箱にしまって中に入っていきます。この靴箱の鍵を使って入場や清掃するシステムになっていました。やっぱ案の定かなり混雑してて、自習デスクのある岩盤エリアっていうのが一時入場制限で入れないっていう状態だったんで、とりあえずお腹も空いてたんでご飯を食べに行きました。こちらなんですけど、レストランにもコンセントがあって、まあ、一応作業ができるんで、岩盤エリアが開くまではちょっとここで作業したいなって思います。はい、こちらがメニューなんですけど、ここのレストランのメニューめちゃめちゃ種類が多くて、まあ和洋中全部揃ってることに加え、まあ、それ以外にも様々なメニューがありました。今これページめくってるんですけど、まだまだ全然あるんですよね。ピザとか海鮮とか、サラダとか、冬瓜料理、まだありますね。お子様もう終わりかなと思ったらまだありますね。デザート、僕はカレーうどんと、あとエビ天のトッピングにしました。はい、エビ天トッピングのカレーうどんが到着しました。器がものすごく大きかったです。ではいただきます。めちゃめちゃ美味しそうな匂いがしました。まあ、銭湯といったら僕はカレーうどんですね。麺がトゥルトゥルですね。辛さが普通と辛口で選べて、僕は普通にしたんですけど、それでも辛さはすごくちょうどいい感じでした。でこうやってご飯食べてたんですけど、斜め前に大学生グループっぽい集団がいて、なんかめっちゃジロジロ見られてしまいました。まあでも一人で動画撮りながらカレーうどんすすってる方がやばいんで、まあ当たり前かなって思いました。こちらトッピングのエビ天です。このエビ天もすごくプリプリしてて美味しかったです。ではごちそうさまでした。ちょっと作業します。今日はですね、普段やってる音楽制作の様子をチラ見せしたいと思います。題して、猿でもわかる J-POP の作り方。まずは打ち込みで楽曲を作っちゃいます。そしてそこに歌のデータをいい感じに混ぜます。聞きやすいバランスに調整して、それを何回か繰り返して仕上げていきます。あ、いかがだったでしょうか。これで皆さんも今日から曲が作れますね。とまあこんな感じの作業を永遠と繰り返しております。まあ、今日はたまたま音楽制作だったんですけど、日によっては脚本を書いたりだとか、あと歌を歌ってレコーディングしたりだとか、まあ、動画編集だったり、もう本当に日によってバラバラです。じゃあ作業風景はこの辺にして、ちょっと館内を散歩したいと思います。こちらが休憩スペースとなっております。結構広くてのびのびと過ごせそうです。そしてこちらが休憩スペース横にある売店です。軽食とかが売ってます。こちらゲームセンターです。クレーンゲームとかが多く置いてありました。そしてようやく空きができたので岩盤浴エリアにやってきました。こちらですね、作業スペースとリラックススペースが本当にいい感じに住み分けされていて、とても過ごしやすいです。そして至る所にコンセントがあって、もうどこでもパソコンつないで作業ができます。こちらが個室の仮眠スペースです。なんかカプセルホテルみたいですね。本当に至る所に本がたくさんあって、漫画とか雑誌とか読み切れないほど多く置いてありました。そしてこちらが美容フードやドリンクの売店です。さあ自習スペースにやってきました。なんか自分の受験生時代を思い出しました。もちろん全席にコンセントがついているのでパソコンも使えます。やっぱ作業するなら個室が最高っすね。
パッと見た感じパソコンを持ち込んで作業している人が多かったんですけど、参考書を積んで受験勉強をしている学生の子たちもいました。本当に静かな環境なんでめちゃめちゃ集中できてよかったです。じゃあやりますか。いや本当に仕事や勉強、読書、リラックス、サウナ、お風呂など人によっていろんな楽しみ方ができるのがすごくいいなって思いました。まあここで仕事してて疲れたらちょっと岩盤浴とお風呂行って、で戻ってきてリフレッシュしてまた仕事に戻るみたいな、そんなんもありやなと思いました。さて作業も一区切りついたところで、これからですね岩盤浴とお風呂に行っていきたいと思います。はい、岩盤コーナーに来ました。岩盤浴はですねこちらの1種類2種類と、それから奥に見えている女性専用の岩盤浴が1種類、少し離れたところに激熱の岩盤浴があって、ここものすごく暑かったので水分補給をしっかりとってください。そしてその奥にはクールダウン室があって、アロマのいい香りがしました。こちらが岩盤浴エリアの休憩スペースです。では今からお風呂行ってきます。お風呂は新しいこともあってすごく清潔感があって、あと広くて種類もたくさんありました。そしてこちらが名物ドラゴンサウナなんですけど、オートロウリュでものすごく熱くてすごく心地よかったです。水風呂は浅い水風呂と深い水風呂、それからカイジもびっくりするようなキンキンに冷えた水風呂がありました。外気浴スペースもすごく充実してて、椅子と寝転べるベッドがあって、皆さんすごく整っていました。ということでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。ではまた、バイバイ。